どうもみなさんこんにちは。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 これだ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 こんにちは。こんにちは。どうもみなさんこんにちは。はい、ですね、ただいまの時刻。ツイッターはいかがですか。もういいよいいよ、今はしないイメージ。ただいまの時刻。こんにちはじゃないです。23日0時44分でございます。皆さん1時間前の日ね、これはニューカードレベルニューカードレベル coming tomorrow on our YouTube channel。 どういうことかと言いますと、待って、どういうこと。あ、翻訳ありますね。うん、やっぱ新カードなんだ。いや、僕思うのが、これ新カード出るって表現してるんですよ、クラロ公式さんがね。で、見てください。もうこれね、もうクラクラからやってる人はもうわかると思うんですけど、もうこれヒーラーじゃんみたいな。で、ドズルさんも今動画出してました。ヒーラー新カード、ヒーラーが追加、これは神みたいなね、動画出されてましたよ。果たして本当にこれヒーラーなのか。ケンツメスさんがね、ツイッターで、あれ、これって待てよと、ヒーラーじゃなくねみたいなことをおっしゃってたんですよ。というのはどういうことかというと、クラロワ公式って確かにこういうアップデート前の画像を出すとき、そんなね、あからさまにしないんですよ。だって皆さん、漁師トリトン、はい、トリトンがね、出たとき、皆さん覚えてますか？トリトンが出たとき、なんかトリトンのこういうさ、この、なんかこういう感じじゃなくて、怒り、こういうやつあるじゃん。書くわ。こういうやつ、こうあって、こうあって、なんかこういうやつがツイッターで載ってたのよ。そんな感じで、クラロワ公式ってね、なんかそんなに答えをね、出さない主義なんですよ。なんかさ、言うじゃん、女の子でもさ、答え言わない人いるでしょ。そういうことです。ありがとうございます。そういう感じで、これね、クラロワ公式って結構ね、なんか渋るんですよ、そういうの。ワクワクさせにくんのね。これあからさますぎないっていうのがケンツさんの意見。ドズさんもこれヒーラーでしょみたいな感じなんだけど、僕思うに、はい、見てください。これね、ひらひらついてます。これ女の子です。まず女の子、もう僕は分かりますよ、女の子っていうことぐらい分かりますよ。で、もう思うのが、これなんかフィッシャーマンに似てない？トリトンにちょっと似てんのよ、なんかこの感じが。で、ベルトしてます。はい、ベルトしてます。で、なんかこれ、はい、これ見て、これ、はい、チェケラしてます、チェケラ。待って、ちょっとだからなんか人参？いや、違いますね、指ですね、これ。あ、マジじゃん、これヒーローじゃね。いや、これほんとヒーローじゃね。見てください、プリンスちゃんがほら、指ね、めっちゃ腫れてんのよ、この人で。これを見て、この人がこれアーチャーに似てるような、マジで。いや、待って、ヒーラーってさ、クラロワのヒーラーってさ、こんなアーチャーっぽくないよね。ちょっと、まあ、クラクラのヒーラーちょっと見ますよ。ヒーラー見たいでしょ、みんな。ちょっと絶対見たいと思うから、ほら、どう思います、これ、どう思います。若干アーチャーかな。でもさ、これ完全にアーチャーじゃん。これヒーラーってさ、髪ふさふさしてんのにさ、なんかこうパッツンじゃん、パッツンしてんのよ。これアーチャーなんだよね、実は。だから僕思うに、新カードとか言いつつ、これただの飛行ユニット説で、これなんかね、直す感じ出してんじゃん。だから僕がクラロワ公式だったら、ヒーラーだって言わせて期待を裏切って、なんだこのカード、すげえみたいなのを狙ってるはずなんですよ。僕はね、飛行ユニットで、ガーゴイル系だと思います。ガーゴイル系で、なんか、なんだろうね、ガーゴイル系だよ。ガーゴイル系だと思うよ。うん。なんか、ウルトラレアな感じするよね、この五光を指してる感じが。ということで、ぜひとも皆さんの予想、ツイッターじゃねえよ。最近ツイッター連動企画ちょっとやりすぎてて、僕最近ブロストライカーもうブロスターやってんだけど、ブロスターもツイッターでメンバー募集したり、さっきもね、クラロワやってる時にクラロワの対戦相手をツイッターで募集する動画をちょっと撮ったりね。最近ツイッターラーなんだよ、僕。謎に。ぜひともツイッター、キヨキヨアンダーバーしよしお待ちしておりますってことなんですけども、ということで、ルイスさん、あれあれちょっとあれ、マルチチュースか。マルチチュース出た、マルチチュース、そっけなくなるやつ。ちょっと早く見ましょう、ルイスさんの顔を見ましょう、ズームで。かっこつけるやん、いきなり。あはは、ちょっとね、怒られちゃいました。ということで、今日ね、ちょっとクラロワやっていくんですけども、皆さんね、
最新型のエリゴリスパーキー皆さんに紹介したい。僕はいきますよ。ポン。僕さ、ゴブリンスパーキーデッキ紹介したじゃないですか。ゴブリンとエリゴリとスパーキー紹介したんですけど、ルイスさんにね、僕送られました。キューキューさん、これ旧世代ですよって。1週間前のデッキ何使ってんですかみたいな言われちゃって、はい、こちらでございます。今のデッキは、今の最新型のエリゴリはこれらしい。いや、これ、ここがもともとゴブリンだったんですけど、なんかね、やっぱり、今これが本当に世界ランクでも流行ってるらしいね。僕的にはさ、ゴブリンズが結構楽しいのよ、使ってて。なんかさ、手札回しにも使えるし、あと防衛サクちゃんできるんだよ。あいつ絶対ザップじゃ死なないし、ファイブ打つにはもったいないし、じゃあローリングウッドないと処理できないのがゴブリンなの。ゴブリンって強いんだよ。だからローリングウッドの方がいいらしいんで、今日これちゃんを使ってね、遊んでいきたいと思います。僕のトロフィー6000乗りました。ポン！聞いてくれよ。まだ治ってない。いや、治さなくちゃいけないんだけどさ、よろしく。治さなくちゃいけないんだけど、なんかね、なんかまあ、アップルストアに行くのがあ、違うわ。あれだ。オンラインでできるって聞いたわ、昨日、そういえば。でもさ、オンラインでやるの、なんか、iPad が使えなくなるのダメなんだよ。要は画面が割れてるんだけど、別に撮影はできんのね。それが、もうさ、もう、ね、どうしようって感じ。僕がなんで iPhone で撮影しないかっていうと、うわー！シンクロした。いや、ここは僕さすがにファルジェとか出さないですよ。この人僕のこと好きだな。絶対好きだな。ローリングウッドの位置かぶるとか、ちょっと位置はかぶってないけど、でも絶対右手で、相手も右手で出してるからね。ね、さすがに何もできない。でも動画的にさ、待つとか、ちょっとよろしく。よし、そうそうだ、動画撮れちゃうんで。これなんでこれ撮らないかっていうと、なんか iPhone で撮るとね、画角がすごい狭くなるのよ。なんかこう、周りのさ、背景が見れなくなるっていうのかな。いや、これ、ライトスパキいっちゃいます、ライトに行って。オッケー、それは美味しい。オッケー。あー、縦で測れて欲しかった。いや、これ結構相手エリクサーないと思うよ。ありましたー、一発入ります。いや、まだよ、ここで、あ、だから、そっか、なんで相手エリクサーそんなあんのかと思ったら、エリゴリか。エリゴリ4ワードあげるんだった。うん。でもね、エリアゴリはマジで強い。そのさ、なんかみかんさんの動画なんかね、なんかそのエリゴリはエリクサーの借金みたいな。すげえいい表現されてたんだよね。で、どういうことかっていうと、そのまあ、前借りなわけですよ、エリクサーの。そう。それがマジで、クラロワ世界ではやばいみたいなことをおっしゃってて、確かにって思いましたね。エリクサーの前借り、エリクサーの借金ってめっちゃいい言葉だなっていう。ただ、このエリクサーの、エリゴリの人の借金はですね、まさかの、そんなに、あ、マジか。そんなに、なんかその、利子がないというか、いうことを動画内でおっしゃられてて、すげえいい表現だなと思いましたね。ちょっと嫌っすね。でもこれは結構相手苦しいはず。あー、マジか、これ落とされると落とされないでは天と地の差っすね。いや、なんかライトニング回ってそうだしな、この人の雰囲気的に。雰囲気あるよね。雰囲気ってなんでって感じだけど。あ、でもそれは美味しいぞ。いやー、これやりすぎ。やりすぎマンモスっすね、これは。あー、いい、いい、OK、OK。まさかの折れちゃうっていうね。ここ待って、このベイビードラもいい感じに処理してほしいんですけど、多分ライドラ。ロイジャイがね。ロイジャイちゃんがすごい来るんだよね。あー、飛来心できない男。いや、ここで決めます、ここで決めます。で、ここで、こうファルジをちゃんと生かしていきたいよね、究極選手はね。で、ここでちゃんと処理してあげる。あー、痛い。いやー、エレウィズくんじゃん。いや、ある。これ、ある。いけるぞ、これ。いけるぞ、これ。あー、美味しいっす。美味しいっす。先輩、美味しいっす。先輩、美味しいっす。本当に。本当に美味しいっす。お、待って、これマジでやべえ。これ強いぞ、この敵。ちょ、ルイさん。強い。あ、危ない。マイクが。マイク取れちゃった。え、これマイク取れてる？マイク取れちゃった。マイク取れちゃったんだけど。ねえ、マイク取れちゃったんだけど。そんなことある？え、これ音入ってる。ああ、入ってるね。お、マイク取れちゃったよ。こんにちは。救急ラジオへようこそ。待って。おお、救急の顔がでかいぞ。救急の隅々まで見ないでね。そうですね。オッケーオッケー。これね。ああ、オッケーオッケー。入ってる。いいね。なんかね、ちょっとあれよくないね。こうカメラをね、こう乱暴にするとやっぱよくないっていうね、証拠ですよ、これは。じゃあもう一回行こうか。待って、誰かフレバトいねえかな。ちょっと誰か。今ね、深夜なんですよ、マジで。
0時54分なんで、ちょ、アシチニさんにちょっと仕掛けてみる。アシチニさんにちょっと仕掛けてみる。アシチニさんに、俺、あー、かぶったよ、かぶったよ。アシチニさん何の敵使ってんの今。アシチニさん何使ってんの。これキオスパだったらちょっと見たいね。結構ね、コメント欄で言われるんですよ、やっぱり。あー違う、このキオスパじゃないね。なんかこう、キオスパやっぱりそのアシチニさんのやつ見せてくださいみたいな感じで結構来るんで、うん、みんなマルチ行ってんじゃん。みんなマルチ行ってる。あれあれ、ルイスさんはルイスさん行ってますやん。ルイスさんマルチ行ってますやん。あー、なるほど。いやでもね、ルイスさん怒るからな。あんま見ないでほしい。あんま見ないでほしい。なんかもうそう言われると見れないよね、さすがにね。じゃあ僕もマルチ行きます。ポン、あ、キヨスパ、キヨスパ行きましょう。キヨスパで行きます、よろしく。で、さっきさエリゴレのデッキの話してたのにさ、あのキヨスパいきなり使っちゃうのマジで申し訳ないね。もう本当に本末転倒だしね。ちょっとこのおはようバレル、おは、待って、なんだそれ、おはようバレルって名前でいいのか。おはようバレルいいな、名前。いやー、これちょっと一回スルーっすね。なんかゴレっぽい気するな、なんか。どうなんだろう、最近。ん？いや、わからんな。なんだ、このデッキ相手。お、ゴブオリ？ゴブオリロリババって何？ちょっとごめん。あ、え？ゴブジャスパーキー？え、そんな？ゴレちゃん。ゴレちゃんクッパか。いやー、待って、早めに処理、早めにそのリベゴブ来てほしい。いやー、でもちょっとあんま良くないな。相手の10万は何だっていうね。いや、結構端前の攻防になりますね。オッケー、おいしい。いやー、でもこれちょっと嫌なのが、ちょっと嫌ですね。おー、マジで美味しい。それは美味しい。神がかり的に美味しいです。ただしかし、ここでちゃんとガゴムレとバレルをちゃんと飛ばせるかって。うわー、マジ。いや、これ逆にこれ苦しくね。全然苦しくなさそう。ああ、苦しい。これ。オッケー。ただ、ここの棒、結構削った。これ美味しくね？さすがに美味しい。よし。いやー、ファルチ強え。オッケー。スケルトン部隊、マジで最強。スケルトン部隊、いた。入んの？左のガゴムレバレルめっちゃ入ってんじゃん。どうしようかな。うわ、ゴレちゃんですよね。そりゃそうっすよね。じゃあ僕こっち行きます。よし、これはもう右は、ここで何か出してくれたら逆に欲しい。ダクネ出してくれ。ダクネ出せ。あー、美味しい。ベビードラ美味しい。そしたらマジで、あれ、ファルチあんのか。ファルチあんのは嫌だな。いや、ファルチあんの結構嫌だな。あ、オッケー。左落としていくスタイル選手権を実施していって、待て。することね、マジで。することないってさ、あるあるじゃない。こぼえしたね、オッケー。よし、いやー、なんか気持ちいいね。ドゥンドゥン。あ、ライトニングあんの？ライトニングあんの？危ねえ。普通に危ねえ。ということで、今日はですね、ちょっとこう、かなり深夜に、ど深夜にアップしようかなと思ってるんですけども、ヒーラーがね、来ないみたいな話、させていただきました。ぜひともね、チャンネル登録して次回の動画お楽しみにしていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、こちらもポチッ、チャンネル登録していただきますと僕のモチベーションが上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画がある方はぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。